はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ、昨日に引き続き怪談の、続きをやっていこうと思うんですけれども、今日は川をやっていこうかなというふうに思います。水木のところで、ね、ベテランシリーズの次のやつ、こちらですね、これなんですけれども、書かれてるらしい川ってのがあるらしいんですけれども、じゃあこれ行きましょうかということで、手に入れたら私に譲ってください。 OK です。じゃあこれで、もうね、ガイドのところで交換はしたので、進めていきましょう。はい、持ってきてください。はい、渡しました。じゃあ読みますよ、読みますよ、怖くないからねって言って、私は怖くないんだよって。あ、そうだそうだ、はいはいはい、じゃあこれでまた用事があるんだって言うけど、用事別にないから、じゃあ読みましょう。はい、川の件行きましょうか。先読んじゃダメかなと思って、怖かったとかそういうんじゃないんですから、読みます。怪談川、うごめく骨編。あれはそう、白虎へ採取に行った日、確かにうごめく骨を見た。大きな角の生えた頭の骨から足や爪のようなものが見えた。ああ、大名定めですね。それがわしゃわしゃとうごめいていた。私はすぐにキツビを返し、遠くへ離れてから振り返ると、足や爪のようなものの色が変わっていた。うごめく骨に変色、まるで多くの恨みが骨と共に集まり、うごめいているようだ。これは妖怪、ガシャドクロではないか。ガシャドクロは僕も知ってるわ。大きな頭の骨が迫ってきたので、私は一目散に逃げた。なんとか逃げ切ることはできたが、白虎に近づくのはしばらくやめよう。ガシャドクロは今も私を探してさまよっているかもしれない。終わり。ということで、ああ、大名ざざみですな。でとりあえず、討伐してこようと思います。OK ですね。狩猟着来ちゃいました。ほい、大名ざざみでした。ね、ふむふむ、頭の骨を背負っているし、足もね、爪もあると変色はしない。何なんだろうね。変色するやつって言ったら、あいつしかいないんじゃないかな。正体分かっちゃいました。せーの、天守大名ざざみということでね、行ってこようと思います。頑張りますよ。今すぐはちょっと集中しません。水体下げてから行こうか。はい、オッケー。いいですね。音爆よく聞くので、200は。星1はもう音爆弾持っていけばすごく楽に倒せますな。はい、オッケー、大名ざざみ倒しましたよ。2つの回もやっちゃいましょうか。次は血を求む烈風編。うわで、なんか結局天守全部倒すんでしょこれ。血を求む烈風編。あれはそう、雪山へ採取に行った日。え、雪山なの？あ、じゃあ違うか。え、ドドブランゴかな。山菜を取っていたところ、恐ろしい方向が聞こえ、避難しようとした次の瞬間、強風が吹き、ズバッとハンターの体が切られ出血していた。ティガーか。さらにダンダンダンと何かが激しく走る音。恐ろしくなってハンターと共に逃げた。目に見えないほどの速さで走る何かにハンターは切りつけられたのだろう。まるで烈風が血を求めて襲ってきている、生きているかのような感覚だった。これは妖怪、何これ、かまなんちゃらの仕業だろう。いつの間にかハンターは力尽きていた。どうやら血が止まらなかったらしい。それにしても見事な斬撃痕である。私は倒れたハンターのそばでまじまじと斬撃痕を見つめていた。いつまでも見つめていた。静かな高揚感が私を包んでいた。お前サイコパスか。終わり。ちょっとサイコパス入ってますねこれね。ちょっとわかんないけども、とりあえずティガレックス倒してくるわ。はい、オッケー。またね、めんどくさいから狩猟着で楽してます。ほい、ティガレックスでございました。ふむふむ、激しく走るし恐ろしい方向もする。だけど出血を伴う斬撃はない。ん、あと少しで何か分かり、あと少しで分かりそうなのに出血を伴う斬撃、考えておきますので、ほい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 。じゃあね、今回は止血玉を忘れないようにしますよ。分かったかな。せーの、天守ティガレックスということで倒していきましょうか。はい、オッケー。やっぱティガーちょっと耐久力低いですね。頭ばっか攻撃してたけれども。オッケーオッケー。今回は止血玉ちゃんと使ったから。はい、オッケー。ティガレックス倒しました。あと一つの回も暴いちゃいましょうか。次は、いてつく悲痛編。悲痛か。これドドブランゴかな。今度こそドドブランゴか。氷だもんね。いてつく悲痛編の件ですね。お待ちしてました。では読みます。あれはそう、雪山へ採取に行った日、前回のハンターには同行を断られたので死んでないんかい。死んだって言うてたやんけ。別のハンターに頼み山菜を取っていた。妙にブランゴが多かったのでハンターが同行してくれて助かった。採取も終えようとした頃、突然雪玉が転がってきた。ハンターが私を抱えて回避してくれたので私は難を逃れたが、ハンターには氷がつき、氷がみるみるうちにハンターを覆い氷漬けになってしまった。これは妖怪、雪女の仕業だろう。人を氷漬けにしてしまう恐ろしい妖怪だが、その氷は
狂おしく私を魅了した。やばこいつサイコパスやな。ちょっとねまずいんですね。キラキラと輝く美しい氷だった。悲痛な表情のまま凍ったそれはまるで時間が止まったかのよう、私はただただ氷を眺めていた。自然と体が熱くなる。私は高揚しているのだろうか。もう寒さもわからない。何も感じない。ただただずっとずっと眺めていた。こいつ書いてんのがやっぱ一番怖いな。こいつが一番怖いわ。終わり。こういうというわけでね、まあ雪山ブランゴということで、ドドブランゴ行きましょうか。じゃあはい、オッケー。なんか狩猟クエスト増えたのかな。こんなんあったっけ。なんか今回のやつみんな狩猟クエストあるわ。楽ちん、助かる、ありがとうございます。はい、オッケー、ドドブランゴでございました。そして体が凍らない。体が凍る、それはまさか。さあ皆さんご一緒に行きますよ。せーの、天守ドドブランゴー、ブランゴー行きましょう。はい、オッケー、ドドブランゴオッケーですね。やっぱちょっとこいつはなんかめんどくさいな。なんかめんどくさい。はい、オッケー、脅威の象徴取れました。ってなわけで、凍てつく悲痛はドドブランゴだったということでね、カイなんていなかったわけでございますよ。ということで、はい、今日はこんな感じで終わろうと思います。次明日はなんだっけ、明日は雲か、雲ね行きたいかなと思いますので、まあ脅威の象徴ね、これでしっかり集めると結構楽なんで、武器作るよりは楽だと思うんで、ね、楽かなと。武器防具作るよりは30分ぐらいでパッとできちゃうのでね、これであの脅威の象徴をね今のうちに確保しておくなんていうのはとてもいいんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますのでよろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次回お楽しみに。グッドバイバイバイ。